水野十郎左衛門水野茂之は、江戸時代前期の旗本。通称の十郎左衛門で知られ、旗本奴の代表的人物の一人に挙げられる。寛永七年、旗本、水野成貞の長男として生まれる。父の成貞は、貧乏福山藩主、水野勝成の三男で、母の聖徳院が、徳川家康や織田信長の矢者子にあたる。慶安三年。 三千国で小普請組に列した。旗本切手の家柄でありしかるべき役につけるが、お役入れを辞退して、自ら小普請入りを願った。慶安四年には、江戸幕府第四大将軍、徳川家綱に敗越した。父、成里貞は、歌舞伎者であり、初期の旗本奴であったが、茂之もまた、江戸市中で旗本奴である、大将人組を組織。 家臣四人をよりみつ四天皇に見立て、綱、金時、帝皇、末岳と名乗らせ、四人頭を安政徳武者と名付け、江戸市中をいそうでかっぽし、悪行、粗暴の限りを尽くした。旗本の中でも、特に暴れ者を仲間にし、中には、大名の加賀爪直住や、大臣旗本の坂部三十郎などの大物も、混じっていた。 旗本という幕府指定者側の大身であったため、誰も彼らには手出しできず、行状はエスカレートしていった。そのため、同じく男立てを競い合っていた町役子とは激しく対立した。そのような中、明暦3年7月18日、茂行は町役子の大物、万髄院長兵衛を殺害した。茂行はこの件に関してはおがめなしであったが、 業績怠慢で漢文4年3月26日に、母、小徳院の実家、八須賀家にお預けとなった。翌27日に表情書へ召喚されたところ、酒焼きをそらず気流しの伊て姿で出頭し、あまりにも不敬不尊であるとして若年寄りの土屋数字家の命により即日切腹となった。去年35、2歳の着死、百助も中されて、加名断絶となった。 なお、反骨心の強さから切腹の際ですら正式な、作法に従わず、膝に刀を突き刺して、切れ味を確かめてから腹を切って果てたという。旗本奴への復讐心に行きまいていた町役子たちに、重労在門の即日切腹の沙汰が知らされ、旗本奴と町役子の大規模な衝突は回避された。なお、母と共に、蜂須賀家へ預けられた弟の水野忠しが、 元禄元年に許され、元禄14年に旗本となったことで、加盟は存続した。後世、彼の反権力、反社会性などが、講談、脚本などで題材にされることが多かった。ありがとうございます。